が、本来給湯室があってほしいところに公園があるスタートです。はい、後藤さん、それでも OL は喋る。短期教さん、芝生で休んじゃうよね。金星さん、トイレが2個並んでいる。そうだ、セミさん、パンダの置物で夜の横を練習ってか。ジジイ。それでも上司は女子社員にわざとぶつかりながら行き交う。こんなに広いのに。後藤さん、カップラーメンにお湯を入れようとした部長がもう途方に暮れている。給湯室があると思ってた。ジャクシさん、給湯室はないんですけど、給湯室があるところに本来あるはずだった熱だけ残ってて、その熱が全てジャングルジムに残留してる。夜間ピーってなってるよって野球帽の少年が教えてくれる。金星さん、外から見るとあ、ここ公園だろうなっていう場所が。温められないけど水だけ飲める。はい、タクシさん、近所に区の給湯室がある。行かないだろ、わざわざ。あれ、どこでもできることをまとめてるだけなんだからね。まもなく2分経過します。上野井さん、それでも屋上でバレーしてるやつは弱い方のバレーしてるやつら。追い出されてた。金星さん、新入社員がカップ麺持ってそこに入っていって、あ、そこ違うよって言おうとしたんですけど言ってしまって、しばらくしてゼーゼーしながらラベルだけ剥がして帰ってきた。すみさん、すっごいうちの福利厚生。いいんだそれ。ダメさん、本来そのオフィスがあって給湯室があって次の、 あの会議室みたいなのがあるはずなんですけど、そのオフィスが7階にあって公園が7階にあるはずがないので一旦ポコってしました。後藤さん、あのよくサボる社員がもう信じられないぐらい日焼けして帰ってきた。太陽も当たるんだね、やっぱ。短期記憶さん、この公園で遊んでる子供、ここで遊ぶなら仕事しな。金星さん、当然入るサイズになるんで、たまにその都心にあるシーソーと砂場だけのやつ。冬の井さん、遅刻した社員が公園からオフィス入ってくる。早いんだそっちの方が。スキャブさん、そのオフィスに公園が8個あって給湯室がそもそも欲しすぎたんだ。残り30秒。さあ、まあ難しいお題ではあると思うんですけど、冬の井さん、うわ最悪、ブランコにマグカップ忘れちゃった。後藤さん、お昼休みバレーボールやってたの蛍光灯がガシャーってなっちゃった。短期教さん、毎日シーソーには乗っちゃう。何が楽しいわけだな。まあ、もう、あれ、すみさん、やった、ついに念願の噴水いろはすを手に入れたぞ。なんでアイスソードなの。はい、じゃあ今半分以上書いてる回答でお話ししてください。チャグさん、この会社の社歌なんですけど、本来本来欲しいと。もう開き直って広い公園に一個だけポットが置かれた。金星さん、労働組合と別にジャングルジムの耐久性が大丈夫か感じするジャン組がある。冬の井さん、
オフィスで火事が起きて公園に逃げ込んで無事だったけど、逃げるべきオフィスがもう焼け落ちちゃってて、なんか公園が漂流教室みたいになってどこにも出らんない公園が。じゃあ2問目いきます。あー、ここ国民全員が役者の国、アクトランドの一番治安が悪い地域で起きていること。アクトランドの一番治安が悪い地域で起きていること。スタートです。金星さん、実際には吸っていない演技だけのタイマーが流行している。はい、短期奥さん、演技の悪口そうなんだろう。僕らの街にはない犯罪、俳優ふのみさん、台本で強盗してアドリブで殺人してるやつがいる。目立ちすぎでしょ。すぎみさん、落ちている1円をかっこよく拾うのが流行っている。金星さん、俺の枕営業っていうどんなのをしたいか話す組織がある。パンキーさん、素だしいつも演技してるからね。何も見つかんないとこじゃなくてできねえよ。後藤さん、極戦の初期にいたのクマがラーメンを捨てている。金星さん、あゆえを聞く結果がせそせそし、かなり訳している。文之江さん、全員ファニーゲームみたいな幼稚園が。ドン・キホーテを演じているイオンに6人を演じている1人がタムロしている。どういうことだこれ。すみさん、ビッグカメラの大量に陳列されている大型テレビが全て放送大学に変えられている。一番演技と遠いところに後藤さん、あの野久保直樹がここでも雑魚扱いされている。パンキさん、旅行客に何かみんな演技してませんって言われて落ち込んでいる。皆さん、勝新太郎パンツがお土産で売ってる。薬物も入ってる。金星さん、うわ、素のリアクションを楽しんでいる。重めの大台2ついただいたかもしれませんが、ダブさん、ピストルを演じる男が流通している。すみさん、夜中になると浅草キッドを歌いながら肩組んどる。冬の井さん、裁判所の近くで裁判官が無罪って言ってる台本を拾ってしまった。癒着。ヒーローの再放送の時だけなぜか無人になる。あれ治安が悪い役者が好きなんだ、あのドラマ。キムタクがキムタクやってるドラマ。ジャミツさん、良い治安を演じている男が引っ張られている。平和今半分以上書いてる回答までにします。文之江さん、国民全員が役者志望の国、ワナビーランドの方がちっちゃい犯罪は多い。後藤さん、正月に全員ハワイに行っている。短期記憶さん、死んだふりをしている人がゴロゴロいる。誰も死んではいないんだ。金星さん、高架下の落書きに
大杉連99ってなんか残機がいっぱいあるみたいな落書き。はい、ありがとうございます。お席に戻ってください。1位161ポイント金星、151ポイント蛇口ひねる、3位148ポイント冬の鬼、